そういえば、前に話してくれたサークルの子たちとはどうしてるの？写真にもたくさん写ってたよね。今も一緒に活動してるよ。それ以外にも打ち上げしたり遊びに行ったり。そうそう、この間もみんなで年越しパーティーして。瑞希。嘘、すっごい偶然。今ちょうど二人の話してたんだよ。え？ってことはもしかして。うん、一緒にサークルやってる奏と真冬。あ、私は。真冬、気を使わなくて大丈夫だよ。僕のお姉ちゃんだからさ、いつものままで。そうなんだ、わかった。サークルで作曲を担当している結崎奏です。朝日奈真冬です。よろしくお願いします。秋山優希です。こちらこそよろしくね。嬉しいなぁ。瑞希がみんなのこと話してたからずっと会ってみたいなって思ってたんだ。そうなんですね。私たちも瑞希から話を聞いていたので会えて嬉しいです。そういえば奏たちはどうしてここにいるの？初売りじゃないよね。うん、食べ物とか日用品を買いに来たんだ。家の近くのスーパーでもよかったんだけど、少し遠出した方が運動になるし息抜きもできるかなって。あ、かなで、真冬のことを気遣って外に連れ出したのかな。せっかくのお正月なのにいろいろ悩んじゃうのは辛いもんね。僕にも何かできないかな。真冬の心がちょっとでも軽くなるような何か。あ、そういえばさ、今日初売りですっごくいいものゲットしちゃったんだよね。いいもの？そう、じゃーん。このシュシュ、真冬にすっごく似合いそうじゃない？そう。でもそれ、自分のために買ったんじゃないの？大丈夫、福袋に入ってたやつだから。見た瞬間、真冬に似合いそうだな、つけてほしいなって思ったんだよね。それに、可愛くおしゃれしたら気分もちょっと変わるかもしれないからさ。あ、好みじゃないとかなら全然いいんだけど。わかった。じゃあ、ありがとう。どういたしまして。早く真冬がつけてるとこ見たいな。あ、僕がヘアアレンジしてあげよっか。それはいい。なんで？させてよ。よかったね、瑞希。かなでちゃん、真冬ちゃん、これからも瑞希をよろしくね。あ、はい、こちらこそ。ちょっとお姉ちゃん、恥ずかしいって。かなで困っちゃってるじゃん。やっぱ姉として言っておかないとって思って。そういうのいいよ、もう。